河野。ルーズボールは遅れて柴崎も出てくる。あっと連携ミス。チャンス。流れたボール流し込んだ。同点。相手にもミスが生まれました。長崎1対1。いや微妙なボールだったんですけど、リバイス選手が勝利するんだったらもっとはっきり、コーナーにしてもいいぐらいのプレーが必要だったところでしたね。まあ、そこがはっきりせず結局柴崎もサポートに出てしまいました。はい、選手もあの柴崎選手のことは見えてたと思うんですけど、ちょっと中途半端になってしまいましたね。まあ、距離が近すぎましたから、ちょっとアイデアを変えた方が良かったのかもしれない。はい、